そう、そこにいるのはついさっきまで配信してたのんちゃんです。そうだよ。イベント参加するの初めてだけどさ、配信する側じゃなくてファンの方が大変だね。これ大変なのは配信する側じゃなかったわツールで自動的にかん、あ、そうなの？なるほど。ぼかして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 。埼玉ゲタさん、ハートありがとうございます。あ、そうなの？誰もしてないの？やっぱあれなのかな、時間制限的なあれもあるんですかね。スケジュールもあると思うけど、気づいてしまったか。だってでカウントしてるの偉いよそういうアプリがあるんだ。みんな大変なのはここからだよ。だってスマホ1台の時はって、へえ、1位独走してるよか独走中です。でもなんかね、2位まで何ポイントみたいな書いてあるけど、これは何なんだろう。これは違うやつなのかな。3時間だから23時59までできる人はまだこれからよ。そういっぱいいますから。そう、何気に明日があれですね。そう、みんな1回はやると思うから勝負どころですね。でもあの本当にちょっとね、そう、自分を知ってもらう機会だし、そう、生誕祭で制限した通り挑戦をする1年にしたいので、あのね、お許しください。そう、勝手はわからないけどやる気はあります。毎日配信のついででやってるわけではないです。そこは勘違いしないでほしい。ついでじゃないですそう、別にやらないならやらないから、やるならやる、そう、ついででやろうっていう思考にはならないです。しふみさん、ハートありがとうございます。今1位だけど2位と何ポイント差ついて、あ、そういうことかな。あー、そういう系かもしれない。やだやだとか言って、イベント中なのき、え、嘘、私と雪姉だっけ。あんま見れてないからわかんないですけど、でもそうだよね、今参加しますって言ってるの私雪姉しか見てないんだよね。雪姉だっけ。いや、でもなんかもっといた気がしなくもないけど、わかる方挑戦って聞いても泣いてる人泣かないで泣かないでください。ジラリンさん、一概ありがとうございます。そう、去年はちょっとしなさすぎたので、今年はやりすぎだよってぐらいやってみたいと思う。そうだよね、4人ぐらいいるよね。まさちゃんとえりちゃんか。予選1は2人、予選2に違う子がいる。なるほど。早い人18時18分解除集められます。だって、あ、なんか違うんだ、あのリーグがあるのね、ちゃんともうエントリーは締め切りされてるはず。あ、お腹鳴っちゃったお腹鳴っちゃった。あ、なんかめっちゃ絡む、髪の毛絡まり中でも今日はあのちゃんとメイクすべきかちょっと考えた。そう、イベント初日だからメイクをするべきなのかっていう。でも時間がないなかった。何か食べて配信してもいいよ。じゃあこれやっていいあのふざけてるだろうって思うじゃん。あのずっと机の横にスタンバってたいや、8時までです。20時までです。チャレンジからバラ受け取って、あ、チャレンジからバラ受け取れるらしいので、ぜひお願いします。いつも通りのんちゃんでお届けすればいいさ。いいかな、じゃあしとこうかな。
やっちゃおうじゃ。いいよいいよだって。やっちゃおう。私これ何気に初めてやる。なんか兄がこれで楽しんでたらしいです。手元は映せませんが、やってみたいと思います。そう、何気にずっと水もスタンバってたんですよ。この中に入ってる。やる気満々やないかいって感じだけど。でもさ、ほらねるねくんいるから、ねるねるねるねと同じあれで。どうしよう、これで失敗したら。グミ釣れた。私見たことあるけど、私が買ったわけじゃないけど、初めて。用意するもの、水、入ってるもの、ジュースの素、泡の素、グミの素、トレー、フォーク、ストロー。レインボースターもあるかもしれないですね、だって。へーとか言って作っていきたいと思います。何したらいいんだろう。いや、映したいところではあるんですけど、ちょっとあの机が汚すぎてっていうのもあるし、あの映し方がちょっとあんまり分かってない。トレートレーです。ママちゃんのツイート見て応援き、応戦来ました。星投げカウントしかできないけど頑張ってください。ありがとうございます。それだけでも十分嬉しいです。そう、もう来てくれるだけでも私は嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はるはるさん、バラありがとうございます。 SMS 認証してないとポイント無効らしいです。何 SMS 認証って。なんか前のショールーム選抜で聞いた気がする、その言葉。ひにゃんね、ほしありがとうございます。かりんさん、バラありがとうございます。ね、トレー、四つ葉のクローバーと丸です。というわけでやっていこうと思います。今回マジ説明読まないとできないわ。三角カップを折り返して切り取ります。切り取りました。内側の線まで水を入れ、ジュースの素をフォークでよくかき混ぜます。だってごめんね、ギフト投げてくれても今からちょっと読めないかもしれない。後でまとめて読みます。頑張れ頑張れ、君ならできる。いっぱい入って、君ならできるよ。入る入る。あー、こぼした。何配信だよって感じだよね。てか待って、線までならさ普通に入れればよくね。我にも、あー、もう私のズボンが大変なことになってしまった。やっぱここで作るべきじゃなかったな。私の部屋が今悲惨なことになってます。飼育菓子で暴れる中学校3年生なかなかいないですね。ちょっとティッシュ取ってきます。よっこいしょ、水こぼしちゃった。いや、ちょっとだけど、ちょっとこぼしちゃった。やべべべべ。2月19日のお話し会行きます。楽しみ。お、やった。待ってます。ありがとう。やすちゃん、音符ありがとう。アカウントあれなのか、しなきゃなのか。説明しないで作業に集中してください。水こぼす配信、のんちゃんのズボンは私が守るよ。いや、でも意外と撥水してくれた。撥水機能あったっけ。いつものことじゃんって言われた。いつものことだったらしい。壁さんの見せ場が難しい。いやーい、こぼした。小学校低学年のおり。本当だよ。本当だよ。小学校低学年。まるまるちゃん、こぼした。いいけないんだ、いけないんだ、先生に言っちゃおうじゃん。もうあれマジ嫌いだった。もう勝手に言えばあっても後半になってましたけど、実際ちょっと言われるのにビクビクしてた自分がいましたね。懐かしい。何年生からだろうね。あれなくなったよね。あの歌なくなった。まだあんのかな、小学生の中では。
HKT に小学生の子がいるじゃないですか。ちょっと聞いてみたいですね。まだあるのかな、わかんない。いとこに聞けばいい話か、それかまさちゃんの妹ちゃんに聞けばいい話だ。まだあるのって、まさちゃんの妹に今度誰か聞いてみてよ水多かったかな、ちょっと多かったかもしれない。これで失敗したらやばいよね。まあとりあえずね、お試しでやってます。なんか水多い、いやこれを入れたから多くなったのか元から多かったのかちょっとわかんないけど、やろう。多分元から多かったかもしれないやばいよ、チーク菓子失敗したら私本当に料理できないやつだと思われる。入れた、入れました。のんちゃん小学生より大人っぽいからね。言っちゃう言っちゃう、ウイキさんに言っちゃうウイキさんもそれチクられても困っちゃう耐えた。私はギリ耐えた、耐えました。いやコップなのが良くなかったな、あれが良かったな、はかりが、はかりじゃないわ、計量カップの方が良かったな。そう、日曜日ツインテール、そうお揃いだよ。そうゲポンさん星ありがとうございます。どうしよう失敗したらっていう不安が今ありますが、気にせずやっていこうと思います。ちょっと男子掃除サボらないでは私言ったことない、言ってる人はあまり見ない。あでもサボってる人はいっぱい見てきた、去年やばかったもう先生が言ってた、もう私は普通にやってた。のんちゃんカウント来てありがとうございます。なんかのんきにさ、チーク菓子作ってて申し訳なくなってきた。え、結構膨らんだ。見て。見てって言ってもあんま見えないか。私が映すべきだ。ちょ、怖いな。怖いな。いける？ほら、膨らんだ。さ、ちょっと、なんちゅうポーズしてんねんって感じだけど、体育座りっぽい、ちょっとポーズをしてます、今。机が低いもんで見えてたあんまわかんない。 YouTuber だったらさ、なんかやばいの映ってもカットできるじゃん。ちょっと配信だとできなくてさ、ちょっとリスクが高かったのんちゃんが成長するためだからいいよ、50カントお届けありがとうございます。女子に怒られたい願望あんの？いやこれ多分ねるねるねるねより難しいよ。というわけで、あのメインをやって、ほぼ足メインだったって。まあ見えたならいいよ見えればいいんだよ。あ、何時まで？ちょっとババちゃんの見よちょっと見ないとわかんないな。だいたい18時59分にやめます、やめますって言い方変だね。一旦切ります。で、あのさっきと同じで次19時5分から始めたいなと思います。というわけで私にとっては今から本題をやっていこう。曲げたストローをジュースの中に入れます。ストローがジュースから出ないようにしっかり沈めよう。へえ、あ、やばい、なんかついてる。ちょっと今から一人で楽しみます。多分もう映す余裕がないわ。できたら見せる。あ、ハサミが必要ですね。ハサミないや、めんどいからもうやめとこう6分
じゃあ6分だそうです。6分にやります。え、なんかさ、ハッシュタグであるよね、イベント参加中でいいの。あ、でもなんかいい匂いはする。ハサミが欲しい。ハサミないかな。こっちから切れる話か。頭いい頭いい。そう、私にしては頭を使った。こっちから切れる話だわ。え、なんかできない気がしてきた。まあいいや、やってみよう。あ、竹山さんうまくできるのか。絶対手の方向間違えたけど、あ、釣れはしないけどできた。ほらできたお、落ちた。でも無事できました。一応釣れた。できました食べよう。なんとかできました。釣れました。グミ食べます。いただきますおめでとうだって。いや、なんかこれで失敗したら私もう泣きそうだったからよかった。チーク菓子で失敗はもう私泣いちゃう。本当にお料理できない人だよねチーク菓子のぶどう味って感じその調子でオタクも釣ってください。オタクも釣りましょう。私も釣って。だってジロリンさんうま、ありがとうございます。これで失敗したら本当いい系のネタになっちゃう。のんちゃんチーク菓子できてなかったんですよってチクられちゃう。おできました。あ、さっきより良くない。できてるよ、できてるよ。多分ぶどう味これ。できたできたできた。よくない？できたよ。嬉しいですね。やっぱチーク菓子だとしてもできました。斉藤まげたさんハート100個ありがとうございます。そう、これでオタクも釣れますわ。チーク菓子であのグミ釣れたから。そのグミは。何味？何味？書いてある。あ、グレープ味だって。カルシウムたっぷりって書いてある。カルシウムたっぷりだそうです。中学生というか小学生だね、だって。ね、さっきより綺麗だよね。成功した。美味しそうには見えないんですが。あの、一応あの、遊んでるから、そう。スクショを撮る手が。そう、チーク菓子がうまくできて嬉しくなっちゃう中学3年生です。え、でも普通に美味しいよなんか大人になったらなんか好きな味なのかどうかはわからないけど、絶対に小さい子は好きな味おー、カルシウム、のんちゃんに必要な栄養だ、だってカルシウム取って頭よく、カルシウムでのんちゃんの怒りを鎮めよう。キキュネの主食だからね。グミの元じゃないよ、そりゃ。ねるねるねるね、ねるねるねるねもカルシウム入ってるの。最後かな、これで。大きめに作っちゃおう。
オタク釣れたを挑戦したいと思います。これで釣れたらオタクが釣れたということで。あ、切れちゃったオタクは半分しか釣れませんでしたね。釣れました、一応半分は釣れた、最後まで残ってくれたやっぱ適量じゃないとダメみたい。もうないので食べたいと思います。オタクはあまり釣れなかったオタクはあんま釣れなかったので、お話し会でいっぱい釣りたいと思います。チーク菓子で釣ろうとしたのが違かったみたいあとの半分は萌え台詞で釣ってください。のんちゃんダーリン好きだっちゃ前のやつ欲張るとダメみたいですね。なんて深い教訓を与えてくれるお菓子なんだね。いいお菓子だ。オタク半分釣れれば十分やで。だってオタクはしばらく泳がせておこうハタボーアンの日暮らしさん、ハタありがとうございます。アイコン嫌いじゃないよ私そういうアイコン本当に好きなんだよね。そういうのは、うん、面白い。ハヤトリガミかよ。だって大丈夫、もう釣られてます。だってラムちゃんが好きなんじゃなくて、なんか要望があったから釣れました。だってお話し会行く段階ですでに釣られてる。確かにしんどい、え、釣られた、しんどい今の可愛かったって。私が釣りますか。あ、釣ってみるちょっとぜひ釣ってみてください。釣られてしまった。もうないからさ。あ、ちょっとあるちょっとだけあった。いや、これはちょっとだけど、あのお気持ち程度のちょっとがあったお気持ち程度のちょっとがあった。まだ食べちゃう。羽生えてるよ。だってそりゃ釣られちゃうわ。お話し会で釣ってくださいって言われても、私多分ダーリン好きだっちゃしかないよ今んとこ。あのレパートリーがない小賀健さん、いちごありがとうございます。いちごってどういうポーズしたらいい。今まで勝手にこんなやってたけどさ、いちごじゃないよねどうやったらいいんだろう。私も釣る側になれるかしら。なってみよう。埼玉ゲタさん、星ありがとうございます。そう、ダーリン好きだっちゃしかない今んとこ。それかハンバーグ大好き、あとあのただ魚釣りする人しかできない。まなみくんと同じくらい好きでお願いしますえ、逆にいいのそれで。他の言い方あれだけど、男と比べてるんだよそう、一応まなみくんもね、男子高校生ですから、そう比べてるんだよ。いいのダーリンやってみて。ちょっともうやんないかなじゃあ今からレパートリー増やそっか。セリフだけ書いてくれれば心の中で増やしておきます偶然絶後の17期の最年少竹山のぞみだ。なんか応援団長みたいなあれじゃんハンバーグ大好きってだって萌え台詞の時に出てきたんだからね。みんな覚えてるか知らないけど星集めからただいま、ありがとうございます。私お兄ちゃん系はやりたくないんですよ。あの本当に実際兄がやると本当にあの嫌だ本当に嫌なんですよ。そう、愛ちゃんはやってくれそう同じ印象って感じだけど。ひにゃねえも数人オタクがいるので対抗のんちゃんには負ける
泣きそうもんじゃないから、自分のことをどれだけ思ってくれてるかが大事です。そう、大事よ、そこが。シーガクロヒーさん、バラありがとうございます。そう、リアルお兄ちゃんいるとちょっとねためらっちゃう。まなみくんに勝てないのは分かってます。あ、そっち。そっち。その時はまだ見てなかったせいなので萌えゼリフお願いします。いや、ちょっと1日1回かな。1日1回かな。で、あいちゃんもお兄ちゃんいるけど、あのめっちゃ仲いいからさ。お兄ちゃん大好きでも一定数は釣れる。お兄ちゃんダメなのか、じゃあお姉ちゃんになる。お姉ちゃん大好きって。そう、リアルお兄ちゃんがいるとちょっとねどうしてもやりたくないんですよ。どうしてもちょっと勘弁していただきたい。お預けです。お。なんとも言えない味してるな。組み合わせるから美味しいな。いやー、なんか、いやでもこの水は嫌だな。耐えよ。後味が。全部使い切っちゃえばよかった。お預け。斉藤もげたさん、いちごありがとうございます。お姉ちゃんもお預けですか。お預けですね。ちょっとお話し会で言っていただけたらやります。わがままコレクション、わかるよ。わかんない。え、武道館でやってたやつとはまた違うやつやってたよね。それとはまた違う。のハンバーグも大好きだけど、〇〇さんのことも同じくらい好きだよ。上目遣い完璧。じゃあお話し会で提案してください。そう、ちょっとね〇〇さんだとね、そう、愛が伝わらないので。こんばんは、しごうは。のんちゃん配信お疲れ様です。しごうはお疲れ。はじめまして、はじめまして、こんばんは。まさか星集めの時萌え台詞やったの。あ、言うてそんな萌え台詞やってないよ。言うてやってないよ。なんちゃんわがまま、わがままですね。なんさん、バラありがとうございます。てか初めてなんか 2,3 回に分けて配信するかも。2回はやったことあるか、3回はない。のんちゃんはお話し会に来させる手法を手に入れた。レベルアップ、レベルアップしました。お話し会ならお兄ちゃんもやらなくはないかもしれない。どうしたらお話し会に参加できますか。白目。もう今回のシングルは終わっちゃったから、次の、あ、でもおしましがあればそれでも来れるか。そう、募集してる時にまたツイッターで声かけます。お話し会でお手を借りはちょっとやらないかな。それはやらないかな。おしましならいけるけどね。次回シングルかな、普通に買うとしたら。おし、出そう。あれもあっちか、ゴミ箱。こんばんは。おしまししたらおしに、だって。キラキラ星さん、ハートありがとうございます。で、私はさっきの話の続きがしたかったけど、何話してたか覚えてないんで。剣道のどこまでを話してたっけ。のん単押しになれば問題ない、問題ない。そう、すべて解決。キラキラ星さん、ハート100個ありがとうございます。いや、剣道の話し
してました。畠山のぞみからのんちゃんに押しまし。そうね、そうね。投げなたはあんま詳しくないから語れないんですけど、私倒し何人ぐらい、わかんない。わかんない。あ、でも倒しの鏡ですって毎回言ってくる方ならいますよ。倒しの鏡ですって。迷ってた。どうも。そう、かれこれ40分前のお話です。そう、剣道の話してて、そう、あのさ、道着しばらく着てないからさ、あの着方忘れてそう。いや、意外といけるかな。そう、またやりたいなと思うけど、今やると絶対私すぐあの体調悪くなっちゃいそう、体力なさすぎて。そう、やっぱ踊るときと剣道やるときの使う場所って違うのよ。全然違かったから、そう、だいぶ大変。19日の話し会でだいぶ前だけど、さよならモーリーさんのサイン入り集合写真見せるね。おお待ちしてます。見せてね。むさん星ありがとうございます。10人まで単押しが可能だから、のちゃんも実質単押し、単押しです。ひかるさん、紅茶ありがとうございます。手ごて引き面、引き戸、釣り面、どういうのが得意。でもずっと言ってるのは返し胴、面返して胴打つやつ。私出ごてはあんま好きじゃなかったの。なんか相手とタイミング合わないとできなくて、そう、あんま好きじゃなかったな。人によるけどね、人によるけど、結局は。でも自分より全然剣道経験者の人に出ごてはやらない方がいいなってずっと思ってた。相当隙がない限り早すぎてできないんですよ、出後手って。返し道もそうだけど、だから私はその分返すの早くって何回もやってたんですけど、そう、タイミングって大事だよ。でも返し道はもう返すのをどれだけ早くするかだからできるんですけど、タイミングはもうなんとなくあれなんでわかるんですけど、出後手はなんかできなかった、ずっと。あと逆道もなんか難しかった。逆道得意な子いたけど、私にはちょっとできなかったですね。なんか使う場所が違うの。ダンスはなんか喉と、なんて言ってる、体全部みたいな。でも剣道は主に腰と足と腕と声じゃん。そう、だからなんか使う場所が違うの、何気に。あの踊る時も足と腕も使うんだけど、なんか違うの、使う場所が。なんて言ったらいいのか分かんないけど、なんか違かった。そう、剣道やってるから余裕だろって思いきや、全然違うの。全然違いました。ダンス上手になったよね。なったかな。なりました。そう、ダンスはね、ちょっと未だにできないのもあるけど、まあ加入当時に比べたらできるようにはなったかな。いや、まだかき氷食べに行く。これめっちゃシロップかけるわ。そう、なんかあのグラデーションにして真っ黒にするんじゃなくて、自由にかけれるなら、あの絶対に氷の味だけにならないようになるまで、あのひったひたにかける。そう、めっちゃひったひたにかけます。なんか
味のついてる氷はいいんだけど、氷だけっていうのが私あんま得意じゃ ないから、そうめっちゃひたひたにかけるそうだね、な剣道の話できたこと今までないかも。同期もないし先輩も今んとこないかもしれない。よしふみさん、こちらありがとうございます。ちょっとわかる、わかる、スプーン刺すとすぐ崩れちゃう。これかな、初日と比べりゃ上達してます。まあまあ確かにそりゃね、なんかやめてよ。ホタルミウさん、バラありがとうございます。わかる気がする。あ、わかる、それもかき氷じゃなくて氷入れたシロップじゃん。そう、氷、氷の中に、ん、シロップの中に入った氷が好きですお、あ、最近の子なんかユニットじーっとなんちゃん見入ってしまったいやでもなんかすごいノリノリでやってました。ノリノリでやりすぎてちょっと間違えた部分もありましたけど、でも楽しかった。その分めっちゃ楽しかった。なんか最近すごい自分で言うのもあれだけど、公演楽しめてるなっていう自覚があるなんか前まではなんかちゃんと踊れるかとか、まあその不安も持つのは大事だけど、そうどちらかといえば不安が大きかった。ちゃんとやらなきゃっていう、そうその場を楽しむっていうか、余裕があんまないから。そう、いや最近なんかその場を楽しもうっていう考え方もできて、そう前よりも回数増えてるから、そうね、慣れてもきたから。前、あの昨日言ったけどね、あの最初の幕開けの時に全員でギャルピースしたりとか、いろいろね、そうできるようにもなって、成長成長です。これが中学生スポンジ少女の、所長にスポンジガールって書かれた生誕祭ぐらいの時のやつにスポンジガールらしい。ベベモンさん、ハートありがとうございます。タムタムさん、紅茶ありがとうございます。あ、ね、よく聞きます。シナノソラハちゃんさんね、聞きますよ。なんか対決してくださいって言うけどさ、あのまずあの仲良くなりたいから、そういきなりちょっと対決はさせないでほしいそう、なんちゃんのフェイント天才だと思う。いやフェイントは本当にあのこのポジションに入る前からずっとやりたくて、そうずっとやりたかったのそう、もともと私フェイントと春が来るまで踊る予定じゃなくて、そうで結局ね、あの変わってフェイント踊れるようになったんですけど、そう願いが叶いました。フェイントずっと踊りたかったのそうだから嬉しかった。ガリガリ君は私あんま頼まないかも。あ、でもガリガリ君リッチは好きだった。あのあれ桔梗のあれ信玄餅のやつとコラボしてるやつ、あれだったか、なんかあったじゃん、あったじゃん、あれは好きだった、めっちゃ。中地さん、ハートありがとうございます。わかる、わかる、かける1億だってそう、あんま緊張しなくなりましたね。ジャーキーのおかげでたくさん劇場に行きたくなった。うん、ありがとう。でも私その分あのフェスで緊張しちゃうなと思って、あの劇場に慣れちゃったから、それなん、おそれなんとかしたいなっていう気持ちですね最近は。中地さん、ハート100個ありがとうございます。この間 A 公演の後チラシもあってよ、お便りありがとうねっていやなんかそうチラシもらってくれなかったらどうしようって思ってたけど、全員もらってくださって、今のところいらねえよってやられてないんですよ。だから優しい人しかいないなと思って、そう何気にあの一番嬉しかったそういらないよってやる方がいなくて、全員ちゃんともらってくれるんですよ。そうなんならあの私があのチラシ取るのに手こずってると待ってくださるんですよ。でなんかそれが嬉しくてそうめっちゃ嬉しかった。受け取ってくださってありがとうございます。そうもうそれが何より嬉しかった。
振りじゃないです。それで受け取ってくれなかったら私本当に顔覚えるからね。あ、もうこの人受け取ってくれないんだって振りじゃない。ジラリンさん、今も視聴ありがとうございます。ただれの2番の A メロで顔合わせるところ、マサルに、マサル笑わせに来て、なんか毎回さ、そう笑わせに来るのマサちゃん毎回なんか何かしらやってくるのそうやってきますね。あと15歳になって、あの琴音の日のやつの時のあのハッシュタグ好きなんだの、ちゃん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 のところのペアがまさちゃんなんですけど、その時にお誕生日おめでとうって言いながらなんかこれやってました。そう言ってくれましたね。そう最初のあのペアでやるところの振りの時にまさちゃんが言ってくれました。そう、美味しかったよね、信玄餅のガリガリ君、あれは美味しい。中地さん、だるまありがとうございます。チラシはあのイーナ研究所のチラシをまた先輩方の前座で出た時に配らせていただいてて、それの時にあの渡したチラシです。イーナ研究所の、そうイーナ研究所入ってくださいっていう意味のチラシそう、まあ強制的に入るとは言わないけど前半だけでいいのでちょっと覗いていただけたら嬉しいです。やっぱね、お金がかかるからそう簡単に入れとは言えないけど、そう前半は無料なのでちょっと覗いてくれたら嬉しいです。中西さん、だるま100個ありがとうございます。全部もらうのに、だって逆襲怖い。だってまあね、うん、あの根に持ちますからああなるほど、そうやって認知をもらうのか。悪い意味の認知になっちゃうよあ、お話し会で出た瞬間、あ、受け取ってくれなかった人だってなっちゃうよむしろ手渡しなら何枚でも欲しいわ。何枚でも渡したよ、いいよいいよいいよって A 公演外れたのか。アゴマスクで対抗するしか。ちょっとここ次からあのマスクじゃなくてアゴマスクつけて配る。ありがとうございました、ありがとうございましたそうやってました。マサルある意味すごいわってね。なんかでも前雪降らなかったよ私、結局降ってたとしても見れなかった。場所によるっぽい。なんかメイクさんとその話してたの、なんか昨日雪降ったみたいですよみたいな、え知らないってそう、なんか一人の、二人いらっしゃったんですけど、その時に一人目の方はあの見たっぽくて、二人目の方はあのお家で漫画を読んでらっしゃったらしく、そうで私はちょうどあの移動中だったので帰りの、ちょっとだから見れなかったのかな。でも私窓側にいたから窓側見たけど雨すら降ってなくて、なんでだったんだろう、雪見れなかった。場所によるっぽいですね。なっちゃん、お宅の財布に、いやなんか最近本当にお金の大事さはわかる。そうすぐなくなっちゃう、昨日言ったけどそう稼ぐのは大変だけど使うのは簡単ですからね、大事にしてくださいって言いながらなんかこのイベント出てるけどね、お許しください、何気に初めてなので。卵焼き味懐かしい、あとシチュー味とかなかった、ナポリタン味とかね、あと焼きそばペヤングも一時期暴走してたよね、チョコレート味とショートケーキ味なんかさ、ところどころ会社暴走してた時期なかった受け取ってくれなかったのにお話し会来るツンデレ、ちょっとあの時っつってティッシュ配りはないかな、そう配りきるまで帰れないからあ、金曜日に降るんだ、寒いね。チラシもらいっぱなしもあれし、今度名刺でも返してみようかな、
会社じゃないのなんか交流会じゃないからさ。え、つも、あ、そっか、まあ、雪国とかだと積もってるか。関東雨すら降ってない。だよね、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 だよね。だよね。じゃあ、有料ギフト投げる。ありがとうございます。ハートありがとうございます。コンポタンもあったね。卵焼き美味しかったけど、ナポリタンは無理だった。あと何やったっけ？なんかさ、本当になんか暴走してた時期あったよね。そう。ショートケーキ味気になってたけど食べてない。なんか食べた記憶はあるけど、なんか特別美味しかった記憶もなければ、まずかった記憶もなくて。そう？どうだったんだろう？何枚もらったら他の人に渡せるのにね。名刺なので笑顔を返します。そう、笑顔をお返しください。はじめまして。え、だよね、だよね。降ってないよね。場所によるのかね、やっぱ。メンバーの隣でもネジ屋さんが名刺配ってたら面白いわ。確かに。そう、え、だよね。なんかナポリタン味はすごい不思議な味だった記憶はある。コンポタは記憶にないけど。ねえ、なんかすごかったよね、一時期。ショートケーキ味がどっちにも転ばないことあるんだね。なんかあの、生ハムとメロンのあの組み合わせみたいなさ。あの、聞いただけだとなんかそんなにだけど、意外となんか、いけなくもないぞみたいな、そんな感じです。岐阜県走ったら雪降ってました。降ってたんだ。雪見たきりは湖に持って帰ってきてもらうという。絶対飛行機で溶けるって溶けちゃうよ。ね、湖今帰郷中だもんね。私も連れてってほしかった。北海道でも冬は私凍え死んじゃうかな。え、でもなんかみずみんの写真見てなんか北海道行きたくなっちゃった。でみずみんその格好で出て寒くないのって思ったけど、もう慣れてるのかね、寒さに。私生ハムメロン絶対好きじゃない。食べたことないけど、あのもうメロンがあまりお得意ではないので、もうそこからもう無理だよね。食べれなくはないけど。雪まつりってそろそろかな。寿司食べてた。食べたい。あ、でも私昨日海鮮丼食べた。なんならこの前の前座の帰りにゆきたんとお寿司食べた。お寿司食べた。そう、前も食べたけど、またなんか食べたいってゆきたんがお腹すいたって言うから、じゃあ何食べようって話になって、で私はあのマックとかそっち系のが食べたくて、ゆきたんはうどんとかさっぱりしたのが食べたかったの。じゃあ前と同じでお寿司でよくないってなって、お互いあの、あ、じゃあそうしようってなってお寿司屋になった。そう、私はお寿司好きだし、ゆきたんはさっぱりしたものが食べたいなら、あ、じゃあちょうどよくないっていうことで、そうなりました。そしてまたゆきたんにお金を払わせてしまった。だから別の形で返すって言うんですけど、どういうあれで返そうってずっと考えてる。そう、なんかおごられてばっかでなんか申し訳なくて、そう、私は何をしたらいいんだろうっていう。ね。そっか、みずみん帰れてないんだもんね。マウント取らないで。そう、食べました。そう、お礼言いました、ちゃんと。月山さん、だるまありがとうございます。そう、なんかもういろんな人に奢られちゃってね、申し訳ない。そう、だからね、いつか返せるようになれたらいいですね。9ヶ月ぶりなんだ。
ではそろそろ時間なのでランキングを読んでいこうと思います。やまや、13位、ミルクさん、ミルクさんありがとうございます。12位がハリボー&日暮さん、ハリボー&日暮さんありがとうございます。11位がザキヤマさん、ザキヤマさんありがとうございます。10位がクジラさん、クジラさんありがとうございます。9位がベベモンさん、ベベモンさんありがとうございます。8位が中地さん、中地さんありがとうございます。7位がつゆぽんさん、つゆぽんさんありがとうございます。6位が小賀健さん、小賀健さんありがとうございます。5位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。4位がひにゃね、ひにゃねありがとうございます。3位がマシンガンさん、マシンガンさんありがとうございます。2位がムーンさん、ムーンさんありがとうございます。そして1位が斉藤もげたさん、斉藤もげたさんありがとうございます。あ、ムーありがとうございます。2位そう間違えちったあ、よしやみさんアンパありがとうございます。というわけで次は19時6分からちょっと微妙な時間ではあるんですけど6分からやりたいと思います。ごめんね、なんかすごい微妙な時間で、では一旦終わりたいと思います。覚えてましたちゃんとでは一旦終わりたいと思います。じゃあ19時6分にお会いしましょう。ツイートでも言っとくのでバイバーイ。